皆さんこんにちは、レッツハドルのヒデボーです。先日ですね、福岡サンズの試合の時に僕スタンドからちょっと撮影をしてたんですけど、それが終わってちょっと片付けをして、スタンジアム出ようとした時に、あれ YouTube で喋ってる人ですよねみたいな形でお声掛けいただきまして、本当にお声掛けいただいた方ありがとうございました。本当であれば僕からちょっと見ていただいている皆さんにご挨拶に行きたいぐらいなんですけど、いかんせんちょっと気づかないうちに知っていただいているということもありますので、よければ試合会場とかでお声掛けいただいたらご挨拶させていただきたいと思いますのでお願いします。で今日は、X1 スーパーの、試合結果を見ていきたいと思います。ではウィーク2試合結果を見ていきたいと思います。パナソニックインパルス対野島相模原ライズの試合は互いのディフェンスが光るゲームとなりました。まず先制のチャンスを得たのは野島相模原、試合開始のキックオフリターンでワイドレシーバー伊藤正幸が快速を飛ばして71ヤードのキックオフリターンでいきなり敵陣からのスタートとなります。しかしパナソニックの強力なディフェンスライン陣がプレッシャーをかけて、野島のクォーターバックカート・パランデックがインテンショナルグラウンディングの反則を犯してしまい、パントでここは終わってしまいます。一方のパナソニックオフェンスもブレナン翼のワンハンドキャッチなどで見せますが、野島の田中良樹や増山純喜などラインバッカー陣の鋭いタックルなどでなかなか敵陣まで進むことができず、守備合戦となります。試合が動いたのは第2クォーター最初のプレー、野島ランニングバック吉田光輝がボールを持ちますが、パナソニックディフェンスのタックルを食らい倒れる前にディフェンスラインジャボリー・ウィリアムズがボールを奪い取り、そのままリカバーして、なんとエンドゾーンまで持ち込みタッチダウン。まあ、今シーズン大爆発のジャボリー選手がこの試合でも、見せてディフェンスで得点を挙げるというところから始まりました。その後野島はランニングバック吉田光輝の59ヤードランで大きく攻撃を進めますが、パスダウン更新にはつながらずフィールドゴールの3点止まり、7対3とロースコアでパナソニックリードで前半を終えます。第3クォーターは野島の時間になります。ランパス織り交ぜながらパナソニックのディフェンスを少しずつ引き剥がしてゲインを重ねます。最後はクォーターバックカート・パランデックからエースレシーバーの八木雄平にパスを通してタッチダウン。10対7とここでついに野島がリードします。第4クォーターに入りパナソニックのオフェンス、これまで不調のクォーターバックローレンスがパスではなくスクランブルで打開を図ります。このシリーズだけで3回35ヤードを走ってファーストダウンを獲得するなど着実に前進。最後はランニングバックミッチェル・ビクター・ジャモのランでタッチダウンを取り14対10と再び逆転します。まあ、するとディフェンスも再び奮起してですね、クォーターバックサックで仕留めたり、野島のクォーターバックパランデックのパスをディフェンスバックジョシュア・コックスがインターセプトするなどチャンスを与えません。オフェンスは勢いそのままにランニングバックミッチェル・ビクター・ジャモーが35ヤードを走り切ってタッチダウン、さらに藤本拓也へパスを通すなど着実にゲインしてフィールドゴールで追加点。最後は守備が守り切って最終的には24対10とパナソニックが2ポジション差で勝利しています。オービックシーガルズ対 IBM ビッグブルーの試合は IBM のジェイソン・スミスが48ヤードのキックオフリターンでいい位置を得るとパスを中心に進めてフィールドゴールでまずは3点を先制します。開始のオービックのオフェンスでは、オフェンスラインが盤石のパスプロテクションでクォーターバックジミー・ロックレイを守ります。時間が十分に与えられたロックレイはワイドレシーバー水野太郎へ21ヤードのパスを通すと、ルーキーランニングバック荒滝雄大も20ヤードのランを見せいきなりビッグプレーを連発。最後はロックレーの高校時代からの盟友タイトエンドホールデンハフに16ヤードのチダウンパスを通して7対3とリードします。ここからオービックの猛攻が止まらなくなります。まずはディフェンスバック北村優が狙いすましたインターセプトでボールを奪うと、またしてもロックレーからホールデンハフのコンビでなんと38ヤードの一発タッチダウン。勢い止まらずその後もロングパスが通りタッチダウンとフィールドゴールをオービックが重ねて、前半終わって31対6という形でオービックが大きくリードという形で後半に入っていきます。後半 IBM はオービックランニングバック川上道隆のファンブルからボールを奪うと、
ジェイソン・スミスへ技ありのパスを通してですね、タッチダウン。その他、ジョン・スタントにもタッチダウンパスを通すなど、20点を獲得しますが、オービックのディフェンスライン、バイロン・ビューティー・ジュニアや、ランニングバック、岩本拓也のプレッシャーを受け続け、IBM クォーターバック、正本幸が強引にパスを投げてしまうシーンなども目立って、思うように得点を積み上げられず。反則も11回ということで、初戦に続いて反則が多くて、リズムを、つなげることができませんでした。オービックは後半、クォーターバックを小林正幸に変えるなど、若手も多く起用して、それぞれが活躍を見せました。最後は富士通から移籍してきたディフェンスバックの小倉匠がインターセプトを奪って試合を締めくくりました。最終的には41対20と大差でオービックシーズンズが勝利しています。富士通フロンティアーズ対東京ガスクリエイターズの試合は誰も予想していない形での接戦となり、面白い試合となりました。まず先制したのは富士通フロンティアーズ、クォーターバック高木翼からワイドレシーバー吉本純平へ58ヤードのパスが通り、レッドゾーンへ入ると、ランディングバックトラション・ニクソーンの力強いランで着実にゲインしタッチダウン。開幕戦同様になるんですけど、試合開始から2分30秒で7点を奪いました。一方の東京ガスは今シーズンから加入したバージニア工科大学出身のジャロット・エヴァンスからワイドレシーバー山下義文へテンポよくパスが決まると、ランニングバック小泉アトムも1キャリーあたりで8から9ヤードをゲインするなど、ディフェンスを翻弄しました。さらに、エヴァンス自身もスクランブルでですね、着実にボールを前に進みます。敵陣30ヤード前に進んだところでようやく富士通が止めますが、東京ガスがキッカーパクヨンジュンのフィールドゴールで3点を獲得します。一方の富士通は開始のオフェンスシリーズでこだわく高木からワイドレシーバー中村寺木クラークへのホットラインが開通して、最後はまたもランニングバックニクソンのランでゴリ押しタッチダウン。プレイフォーポイントはキックフェイクからホルダーの位置にいたこだわくコーツ田俊也が快速を飛ばしてね、2ポイントを獲得。15対3とリードを広げて、このまま富士通が圧倒的な強さで点差を引き離すかと思われましたが、ここから東京ガスが素晴らしいプレーの数々で富士通を追い詰めます。第2クォーター残り6分50秒から始まった東京ガスのオフェンスシリーズでは、コーナーバックのショーン・ドレイパーがワイドレシーバーやランニングバックの位置からパスキャッチを決めるなど、まずは選手起用という形で工夫を見せます。その後は日本大学出身のワイドレシーバー林博嗣とタイミング抜群のパスを決めてぐんぐん前進。最後はフォースダウン1ヤードとギャンブルに追い込まれたんですけど、まあ、相手の意表をついてですね、一気にエンドゾーンに向かう、ワイドレシーバーナムディ・アグードへの24ヤードロングパスが決まって一気にタッチダウン。トレフォーポイントも決まって15対10ということで、5点差に迫ってですね、前半を終えます。で、後半富士通最初のオフェンスシリーズではワイドレシーバー吉本のパントリターン敵陣からの攻撃機会を得ると、ワイドレシーバー中村へのパスを連続して決めるなどベテラン勢が活躍します。最後は近畿大学出身の小梶恭平へのタッチダウンパスが決まって22対10と再びリードを広げます。東京ガスのオフェンスではコーナーバックエヴァンスに激しいプレッシャーをかけて、焦って投げたボールを、富士通コーナーバックアルディリアン・アディアミがインターセプト。一気に流れを引き寄せたように思われましたが、キッカー脳症のフィールドゴールを、前半に引き続いてですね、2回、東京ガスがブロックするという形になって、望みをつなぎます。東京ガスはワイドレシーバー林とアグードへのパスとか、こだわくエヴァンス自身のスクランブルなどで、しっかりボールを進めて、最後はエヴァンスの巨体を生かしたゴリ押しプレーで、タッチダウン。2ポイントコンパージョンは失敗しますが6点差に詰め寄ります。次の富士通のオフェンスもパントに終わって東京ガスが逆転シリーズ演出になるかと思われましたが、そんな不安を払拭したのはですね、富士通のディフェンスバック奥田亮太でした。エヴァンスのパスを完全に読み切ってタイミングよくレシーバーの前に入り込んで見事なインターセプト、そしてそのままエンドゾーンまで入ってタッチダウン。この後フィールドゴールも決めて32対16と16点差に広げます。諦めない東京ガスは試合時間残り1分11秒でエヴァンスから林へのタッチダウンを奪って10点差にしたんですが、まあ、最後オンサイドキックは富士通ワイドレシーバー松井力が冷静にキャッチをしてこれにて万事休すとなりました。結果だけ見れば富士通の順当な勝利になるんですが、今
お話しただけでもだいぶたくさんあった通りですね、クォーターバックエバンスとレシーバー陣のコンビネーションが急激に高まっていた、東京ガスが大健闘で今後の試合がとても楽しみになりました。ここまでが試合結果になります。続いて、順位表です。ちょっとX リーグ公式ホームページの順位表がとても見にくかったので独自にちょっとアレンジして作ってみました。オール三菱ライオンズが第4節まで、辞退ということがコロナの影響ですね、決まっておりますの でそれを反映させたものになるので若干ちょっと、勝負の数というか勝敗数とかが変わっているのでご注意ください。現在富士通フロンティアズとパナソニックインパルス、それからオービックシーガルズ、この3チームは、全て勝利、試合全て勝利しているということで、予想通りこの、トップ3が、しっかり勝っているというところになります。続いてはエレコム神戸ファイニーズが、まあ、引き分けという形で、IBM と引き分けにはなったんですけど、IBM がオービックに敗北した兼ね合いで、ここ3位にエレコムが入ってるんですが、もうこの3位以降ですね、どのチームが上がってきてもおかしくないなというところで思っています。まだまだちょっと、どうなっていくかわからないので現時点での情報にはなるんですが、引き続きですねこの順位表をもとに、トップ4までですね、決勝トーナメントで進めるのは上位の4チームなので、どのチームが上位4チームに入るのか注目したいと思います。週間 MVP も発表されています。オフェンスゴールデンハーフ選手、クォーターバックジミー・ロックレイと高校時代からの盟友ということで、まあ、昨シーズンから、オービックで再び、日本でですね、ホットラインが開通するというような素晴らしいコンビネーションになってますけど、まあ、5キャッチ101ヤードという、2タッチダウンということで結果も出てるんですけど、まあ、昨シーズンまでは実はもちろんターゲットにはなっていたんですけど、ここまで爆発的な、ことはなかったんですけど、まあ、大橋ヘッドコーチも、試合後のインタビューとかでも語っていた通り、しっかり役割が分かってきて、こういった形で活躍できるようになってきたということなので、今後かなり厄介な、選手になってくるのかなと思います。まあ、真ん中でタイトエンドで高さがあってスピードもあってという選手は NFL プロではかなりもうメジャーな感じになってるんですけど、日本ではそこまでまだいないので、日本でもこういったタイトエンドがもしかしたら増えてくるのかなということも注目して、その先駆け的な存在として見ていきたいと思います。そしてディフェンスの方はジャブリー・ウィリアムズ選手ですね。まあしっかりと、相手にプレッシャーかける、そしてビッグプレーを生み出すというところで言うと、この選手かなりスーパーでも驚異的ですよね。まあ、パナソニック正直オフェンスかなり苦しんだんですけど、そのジャブリー選手最初、ね、ディフェンスでタッチダウンを奪うっていうのはかなりチームに希望をもたらしたというところかなと思っているので、まあ、パナソニックのディフェンスにこの選手、ビッグプレーメーカーがいるというのはかなり大きいですよね。そして、スペシャルチームの方では野島相模原ライズの伊藤正幸選手が選ばれています。2回の、キックオフリターンで95ヤードで、まあこれ一番大きいのはあれですね、一番最初試合開始冒頭のキックオフリターンで71ヤードということなので、まあ、快速を飛ばしてというところで、今後も注目だと思います。まあ、特にスペシャルチームで初戦富士通戦ではミスが、多くてヒヤヒヤしながら第2節も実は見てたんですけど、この試合はかなりいい働きを、していたというところが見えたと思うので、今後このリターンでも注目したいと思います。そして、プレイオブザウィークはですね、ブレナン翼選手のワンハンドキャッチですね。まあ、甲子園ボールもでもですね、早稲田大学時代、もう3タッチダウンやったかな。3つ4つタッチダウン取って、そしてこういうワンハンドキャッチでっていうのを見せてくれたんですけど、まあ、早速 X リーグでもこんなすごいプレーをね、見せてくれるっていうことで、かなりビッグプレーメーカーとしてパナソニックでも活躍されるのかなと思っています。ただ、このプレーの後ですね、ボールを回すっていうちょっとパフォーマンスをしてしまって反則が取られてですね、せっかくいいキャッチをしたのにそこはもったいなかったのというところもあるので、まあ、今後ちょっとそのセレブレーションは認められる形のものでやっていただきつつ、このまたワンハンドとかねプレーで見せていただきたいなと思います。はい、そして、今回新企画というか単発でになるかもしれないんですけど、ヒデボーの勝手に MVP をやってみたいと思います。はい、ということで今週間 MVP 紹介したんですけど、正直ちょっとですねあれという
このチームとこのチームからも何かしらの形で紹介をもっと大々的にしないといけないんじゃないかなということを見つけたので、それを紹介していきたいと思います。というのが、東京ガスクリエイターズですね。東京ガス、正直ですね、このシーズン開始前の僕は東京ガスの紹介動画でもですね、オフェンスに不安があるという形で申し上げているんですけど、いやこれ間違いでしたね。大きな間違いでした。まあ、というのが、今シーズンからこの5番のクォーターバックですね、ジャロット・エヴァンス選手が加入されて、開幕戦のパンツェック戦はなんか多分チームに合流して3日とかっていう話だったので、全然タイミングとか合ってなかったんですけど、もうこうわずか2週間で相当仕上げてきたなという、すっごいパフォーマンス見せてくれたので、めちゃくちゃ楽しみですね。で、バージニア工科大学って名門校出身で、まあ、いろんな方の話を聞くところによると、これまで日本に来た、外国人選手の中で一番すごかったのは、富士通に、在籍していたコービー・キャメロン選手、2013年、14年ぐらいですかね。まだ在籍していたコービー・キャメロン選手が一番すごかったっていう話があるんですけど、いや、そのコービーを超えるんじゃないかって言われているのが、このエヴァンス選手。素材だけで言うと間違いないというような話も聞いています。まあ、そんな、このエヴァンス選手なんですけど、なかなかこうメンタル面での課題とかがいろいろあって NFL には残念ながら行けなかったんですけど、まあ最も近づいたクォーターバックと言えるんじゃないかというぐらいには噂も聞いていて、まあどうなのかなというところもあったんですけど、やっぱりこの試合を見てると、もう確実にですね、空いてるレシーバーにもうこのタイミングでしかないというところにしっかり投げ込んでいたりとか、まああと判断力っていうところで、まあもう無理だと思ったらもう走ったりとかっていうところで、まあ、相当脅威だなというところで思いました。これがですね、投げるだけじゃなくて結構走れるんですよね。で、しかもこの、なんていうか当たり負けしないサイズ。で、そしてなんかもう負けん気の強さというか、こう、スティフアームっていうところ、相手の選手のヘルメットからガサッと押さえて、自分で持って走っちゃうみたいな、ちょっと危険なプレーであるんですけど、まあ、そういったような気迫あふれるようなプレーで、相手ディフェンスを圧倒しているシーンもあったのでですね、これ東京が相当台風の目になってくるんじゃないかなというのを感じています。まあ、そして元々チームに在籍していたナムディ・アグード選手ですね。この選手とのホットラインが開通していまして、先ほどハイライトの部分でも言いましたけど、フォースダウンギャンブルで24ヤードのタッチダウンパスキャッチっていうのがあったんですけど、これも結構ギリギリですよね。これ写真見ていただいたら分かる通り、もう富士通の飛田選手もこれ触ってるんですよね。この状態でもしっかりアグードがもうキャッチしてしまうという。で、結構なジャンプとこう反り返りで、この状態でキャッチすごいなと、これでエンドゾーン入っちゃうんですからね。やっぱりこのエヴァンスからアグードっていうホットライン脅威だなと思います。まあ他にも林選手もいますし、ニューワークの小泉選手もかなり走ってましたし、ちょっと東京ガスおもろいぞっていうのがね、この富士通戦の感想だったので、エヴァンス選手とアグード選手 MVP というか、注目選手として挙げておきたいなと思います。それでもやっぱり富士通が勝っちゃったっていうところもあるんですよね。富士通はやっぱりトラショーン・ニクソン選手が100ヤードこの試合でも獲得してますけど、まあ、ランプレーでしっかりこうゴリゴリ、取るっていうところがこの試合は見せれたというか、やっぱりこのオフェンスラインですよね。日本代表級のオフェンスラインに支えられて、ニクソン選手が走る。そして、高木選手が投げるというところで、まあ、この圧倒的な、オフェンス力っていうことが、この試合でも、まあ、苦戦はしてましたけど、それでもしっかり見せれたのかなというところもあって、まあ、このビッグプレーを一つ二つ削ったぐらいでは、なかなか富士通には勝てないなというところがあるので、攻守ともにこうどうやってこの富士通をと渡り合うのかっていうのは、どのチームも課題なんじゃないかなと思いますね。まあ、東京ガスかなり健闘したとは思うんですけど、正直まだ富士通を倒せる予感はちょっと個人的にはあまりしなくて、一時5点差6点差まで行ったんですけど、なかなかちょっとなんていうか、この選手が持ってるこうポテンシャルみたいなものが富士通はやっぱりあるので、他のチームはそういったところをどうやって攻略していくのかっていうのは、引き続き課題になってくるのかなっていうのは思いました。ネクストハドル、ですね、ウィーク3、まあ、この、予告動画の方も
別途出してるのでそちらもご覧いただけたらと思うんですけど、10月3日に全試合予定されてますね。関東で1試合、関西で2試合あるというところで、まあ今申し上げた東京ガス、そしてまあエレコム、まあ、正直エレコムは IBM との試合を見る限りどうだろうと、東京ガスに勝てるのだろうかというようなことはちょっと思うので、ここ一つポイントになるかなと思います。オービクと野島はねネクストハードルの方でも取り上げてますけど、注目の一戦ですし、まあ、IBM ももう負けられない、戦いになってきてるなと、試合内容的にも正直反則も多くてあまり良くはないと思うので、このパナソニック戦でどういう風に修正してくるのか、これは注目ですよね。細かい試合日程とかは QR コードもしくは概要欄からご覧ください。おまけです、富士通のマスコットキャラクターのフロンティー、めちゃくちゃ可愛いですね。あのマスコットキャラみたいなのも結構各チームいるので、なんかそういうマスコットキャラ特集みたいな動画もいつかあげたいなと思ってるんですけど、ぜひぜひそういったこうサイドラインでの癒しキャラ、まあ、チアの皆さんと一緒にダンスしてたりもする場合もあるので、見てみてくださいということで、今回のレッツハドルは以上になります。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。ありがとうございます。